しゃった。こんちゃ。こんちゃでございますということでね、お腹すいたんでご飯をいただくということで、まあ半額弁当をご用意しました。以前の動画でちょっと登場したですね、250円のですね、熟成鯛最強焼き弁当ってやつですね、こんなやつでございますね。はい、それで、これをいただくわけなんですが、これでは僕は当然ご飯は足りないので、カップ麺をですね、ご用意しましたがですね、3つ並んでますね、3つカップ麺が並んでて、どれを食べるかなって。さすがに3つのカップ麺全部食うのはですね、まあ食えないこっちゃないんですけど、まあそのやりすぎかなみたいなところがあるんでね、1個にしたいと思います。カップ麺1個にしたいと思うので、どのカップ麺をいただくかはカエルちゃんに決めてもらうということですね。ちなみに1個ずつご紹介しますとですね、これまず尾道って書いてあるんですね。尾道背脂醤油味の、尾道ってやつがありますね。次がですね、札幌エビ味噌なんですね。札幌ラーメンっていうと味噌ラーメンっていうのありますけど、エビがついてるんです。なんでエビがついてるのかよくわかんないですけど、まあめでたいエビということで、エビ味噌ですね。で最後これがですね、横浜豚骨醤油ですね、豚骨醤油ということで、醤油味噌で塩がないですね。実はね、仙台とか言うんで塩があったんだけどね、買わなかったっていう、それだけの話でございます。じゃあこの3つどのカップ麺をいただくのか。あ、お弁当はこちらをね、定価、500円の半額で249円、正確には498円の半額でございます。こちらのお弁当の方をいただくわけなんで、こっちのお弁当は、先に温めとくかな、先に温めとこうね。じゃあこのお弁当まず温めて、それからカップ麺をどれ食うかをカエルちゃんに決めてもらって、でお湯を入れるというやり方にしたいと思いますね。でですね、お弁当を古いっつっても全然問題ないんだよ。問題ないお弁当なんだけど、古いお弁当を美味しく食べるにはですね、コツがございまして、これ前何度もご紹介した通り、お湯ですね。お湯をですね、ご飯の上にですね、パラパラパラってこうかけるんですよね。こうかけて、それで電子レンジで、チンしますとですね、鮭の上にかかっちゃった。鮭の上にお湯かかっちゃったね。鮭の上にお湯かかっちゃダメな。こういう時は、ちょっとね、鮭の上にお湯かかっちゃったんで、ちょっと見えねえか。カエルちゃん邪魔。カエルちゃん邪魔。はい。こういう時は鮭をですね、くるっと一回転させるんです。くるっと一回転させると、お湯が下に行くということですね。あ、もうちょっとかけていいな。もうちょっとかけていいな。うん。要するにですね、ご飯がね、水分をあれしてですね、なんていうかな、レンチンご飯ってあるじゃないですか、よく。レンチンご飯、レンジでチンしてふっくらご飯、ああいう感じになってるんで、なら水を上にかけてレンチンすればうまくいくという、まあ、それだけの話でございますね。で、こんなのがついてるけど、こういうの可愛いからこう置いとくか。じゃあですね、蓋は外した方がいいんですよね。蓋は外して、で、これを、電子レンジで、チンしてですね、ちょっと行きたいと思いますので、よろしくお願いしますね。電子レンジでチンします。いきます。それではですね、今日の本番でございます。カエルちゃんにですね、この3つのですね、今電子レンジでご飯がぐるぐる回ってるところでございますが、決めてもらうということで、カエルちゃんに決めてもらいますね。じゃあ行くよ。じゃあカエルちゃん、後ろちょっとうるさいけど電子レンジ気にしない。じゃあカエルちゃんにね、どのカップ麺を食うか、はい、こう決めてもらうということでございます。いくよ。あ、カエルちゃん、あ、カエルちゃんはどれ食べたい、どれ食べたい、たいたい、あ、たい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 、横浜、どうかな、尾道、どうかな、札幌かな、札幌かな、あ、札幌の道、横浜か、横浜尾道、札幌か、あ、カエルちゃんはどれ食べたい、トントントン、ドド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 ドントントン、じゃんガンということで、カエルちゃんが選んだのはこちらでございますね。ごっつ盛りきつねうどんということで、こちらを今日はいただくということで、こちらの3つはまた別の機会にいただくということに、させていただいて、カエルちゃんが選んだのはですね、こちら、ごっつ盛りきつねうどん、まるちゃんでございました。なんでこれを選ぶかって非常に簡単でございましてですね、こちらの方にですね、まあ、以前動画でご紹介したしね、天ぷらが余ってるんですよ。で、この天ぷらが余ってるのはこれを食べたいということで、こちらに、乗っけて食おうというね、そういった趣旨がございますので、ラーメンの方はまた別の機会ということです。じゃあお弁当できたかな、ちょっと見てこい。
感じでできてますね。じゃあ天ぷらもちょっと温めてね。よし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 。じゃあね、これをですね、ごつ盛りこれですね、でかいね、これほんとでかいね、でかいね。じゃあ破って、この中にスープを入れますね。スープを入れて、カヤック入りスープね、これはスープを入れてダンと。で、この上に、おなんかスロートしたパンとか言って、まあ気にしないですね、大丈夫でございますね。世の中ね、些細なことで動揺してはいけないのでありますね。よし、じゃあこんな感じかな。よしよし、巻きった。よし、楽しくご飯をいただきたいと思います。こちらの天ぷらはね、以前ね別動画で一回ご紹介したと思うんですが、こんな感じのエビが入ってますね。エビですね、これこっちのせいでですね。あとこんな感じのですね、このタラの芽、タラの芽とタラの芽、あ、でもこっちだった、タラの芽とタラの芽と、あとこういうタケノコのちっちゃいやつの、かき揚げみたいなのが上に乗ってるというような感じでして、これはですね、まあ全部こっちに乗せちゃおう、乗せちゃおう、乗せて、後でなんか食えるかな、こんなにな、まあ食えなきゃまた考えるってことで、こう乗せちゃって、まああとは残してもないや、こうやって乗せると、こんな感じで乗って、こうやって蓋をする。でお弁当行きたいと思いますね。このお弁当なかなか250円にして豪華でございまして、まず鮭、こんなでかい鮭がですね、ちょっと鮭あれなんかこんなんでかい、ちょっとちぎれちゃいましたけど、でかい鮭がまず乗ってるわけですね。でこの時は、まあ、西京焼きになっちゃうんですけど、あんまり西京焼きっぽくないね、普通の鮭だね、でさ、でまあお米は乗ってるんで、ご飯を食うと。で、あと、まあ、こんな磯辺揚げが乗ってますね、磯辺揚げが乗ってて、まあ、上にお醤油をかけると、まあ、磯辺揚げはますます美味しくなるということになってるわけでございますね。で、あとコロッケ、コロッケですね。で、あと煮物で、こんな煮物が入ってますけど、椎茸からハスですね。あとガンモドキですね、ガンモドキ、あと人参ですね。でこういう、桜漬けが入ってます。桜漬けが入って、それでまあお子ちゃまの大好きな卵焼きですね。おっとドド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 ド、入ってますね。でなんかこれおひたしみたいな、これ小松菜の煮物が入ってますね。こんな感じで全部合わせて、250円ということですね。なんかもうちょっとだな、お弁当、なんかお弁当もうちょっとですね、もうちょっとちょっと、温め方が緩いですね、ちょっともう一回、ご飯がふっくら戻ってないですね、もうちょっとですね。じゃあその間にこのきつねうどんをね、いただきたいと思いますね。いいですね、いただきます。やっぱり、これカップ麺さ、一番何が好きかっていうと、やっぱり俺ラーメンより うどんよりそばが好きみたいな。一番ね、カップ麺で一番好きなのね、そばだわ。で次に好きなのがうどんかラーメンかどっちかな。俺カップ麺のさ、エビちゃん、カップ麺が一番なのって、そばのような気がする。そばってさ、なんだろう、
礼しました。そばってさ、あのそばのカップ麺ってさ、あ、上手にできてる、大丈夫だ、全然うまくいった。うん、そばのカップ麺って作ったやつってあれ俺天才だと思うね。あれ本当にだってさ、そばの味がするもん、あれ。うん、なんかさ、カップヌードル、日清カップヌードルを最初に作った人は誰とかさ、結構語るやつはいるじゃん。うん、まああの NHK のさ、プロジェクト X とかさ言って語ってるけどさ、あのカップ麺の日本そば、カップ麺の日本そばってさ、最初に最初に作った人って誰なのね。それ作った人ってさ、おじんの日ださ、うん、天才だよね。うん、あれはね、すごいなと思った。うん、だってさ、そばのさ、香りがさするもんね、インスタント麺で。うん、たださ、あればっか食っててやっぱ、うん、やっぱカップ麺は、うん、俺はそば、ラーメン、そば、うどん、そば、ラーメンみたいな感じでカップ麺は結構回してる。で、時々、そば抜きにしてラーメン、うどんとか、あとラーメン、ラーメンとかいうのももちろんあるんだけど、結構やっぱ俺そばが多いね、カップ麺食うときは。うん、なんかこう梅干しが入ってね。うん、うん、梅干しってさ、なんか食あたりの帽子に梅干しはいいとかよく言って、なんか昔のあの兵隊さんとかね、ああいう人なんか食あたり防止のために梅干しとかを結構ね、あの戦時中召し上がっててるとかいう話はよく聞くよね。なんかあの、あと自衛隊の缶詰にさ、知らなかったんだけど、たくあんの缶詰とかあるらしいんだよね。だからご飯とかさ食うときにさ、まあおかずがいろいろあるんだけど、その中のいろいろ缶詰でご飯食べるときに、たくあんの缶詰ってあるんだって、すごいなと思って。なんでさ、たくあんってそもそもさ保存食じゃん。あ、こんな感じでシューマイとか入ってる、シューマイとか、コロッケはさっき紹介したか、うん、コロッケはさっき紹介したけど、シューマイとか入ってるね、すごい。だからシューマイちょっとお醤油かけようかってね。でさ、自衛隊の人もさ、あの YouTube なんか結構ほら自衛隊のチャンネルとかいくつかあるじゃん、特艦軍とかさ、うん、まあ面白いなと思って私時々見てるけど、やっぱり食い物の関係とかよく拝見してるけど、やっぱりあの、なんか昔の軍隊の、昔ってあるのもないんだけど、あの保存食であれがあるってすごいなと思ったんだろう。たくあんをなんで缶詰にするのかねみたいな。だってたくあんってさ、そもそもさ、その保存食じゃん。お漬物なんだからさ、それをさ缶詰にするっていうのがすげえなと思ってさ、どれだけ過酷な環境でさ仕事すんだよみたいな気はすごいしたな。あ、この弁当ね、今食って気づいたんだけどね、これも底上げ弁当だ。ちょっとこの真ん中あたりがね、ご飯のところがね膨らんでる、ご飯のところが膨らんでる
またそこ、なんか最近そこ上がるとか多くなって、まあ250円で買って、半額で買ってるからいいけどさ。うん。なんかポロポロ落としてるな、俺ご飯。いや、ほんと細かくぐちゃぐちゃ食ってるのめんどくさくなってきたな、なんかいろいろ。なんかこれ弁当とか食ってるときさ、俺基本的にさ、もう刻む時期からよ、なんか、なんか、うどんが詰まってるおかずとか、一個一個こうやって箸でつまんで食うのがだんだん面倒くさくなってくるよね。なんかこの四角い弁当あと食いづれえよな、これ。なんかこの端っこからご飯をこうさ、かき込むのってなんか俺めんどくさくて。なんだな、あれなんか。めんどくせえな。これ中入れちゃうもんめんどくせえ。普通、めんどくせえ。全部この中入れちゃう。ご飯も何も全部この中入れちゃいました。すごいよね。なんかさ、昔さ、どこだった浜松かなんか、違う。岐阜か。なんかのカレーうどん食ったらさ、カレーうどんの下にご飯入ってんだぜ。なんかね、そこのカレーうどん、岐阜だと思ったけどね、カレーうどんって、うどんだけじゃなくて、その下に、ご飯が入ってて、カレーうどんの下にカレーライスになってるんだ。これさ、今食ったんだけどさ、ほら、ここ見て、下。この辺ちょっと見て、こう、底上げになって、こう、真ん中が高くなってるよね、こんな風にね。なんか最近、もっと底上げベッド増えたよね、なんかね。なんか、なんか。すごいさ、底上げ弁当が増えて最近、なんか、なんでこんなめんどくさいことすんのかな、みたいな。先生堂々と普通にうまいじゃんと思うんだけど、誰が、こういうのって誰が始めるとみんな始めるんだよね。ほら見て、これ見えるかな、こうやって見て、このご飯がさ、こういう風に角度がつ、おかずもこういう風に、特にご飯がこういう風に角度がついてるんだよね。なんでそんなことするのかね。まあ見た目パッと見さ、量が多くてさ、なお得感出すために買おうと思ってんだろうけどさ、で、こういうやつがいると思うんだろうけどさ、買った後食やばれるじゃん、底上げだってさ。だからすんげえさ、その、あとお客さんがさ、なんか嫌な思いするよね。だから結局そこでなんかさ、買わなくなるじゃん。一回目はさ、確かにか、一回目は確かに買うかもしれないけど、二回目買わなくなるもんな。でさ、お弁当とか、こういう食い物ってさ、基本的に、リピーター大事にするさ、食い物じゃん。コンビニなんかなんか、特にさ、地元の人がさ、だからなんかいろんな大手コンビニでもなんかさ、底上げ弁当とか作ってくる、あれね、やめた方がいいよね。リピーターが来なくなっちゃうね。だからさ、観光地の弁当みたいにさ、いわゆるなんかもう一回こっきり売って終わりみたいな、まあ観光地なんかそうだよね、一回来てさ、そこで買ってさ食事しても嫌な思いしたとしてもさ、もう二度とさ、まあ、その観光地ではそうめったに来るもんじゃないじゃん、同じ観光地何度も何度も来るもんじゃないから、そしたら、まあ、いわゆる売ったもん勝ちみたいなのが当然あっていいと思うんだよね。でもさ、俺もスーパーで買ったんだけど、スーパーとかさ、コンビニはさ、やっぱりこれ特にスーパーだからさ、まあ、やっぱり地元の人だよね、地元の人大事にしなきゃいけないな。リピーター命じゃん、スーパーなんて。そういうところでこういう底上げ弁当やるってさ、なんかリピーター来なくなってさ、結局さ、お店もさ、良くなくなっちゃうよね。
まあ、やっぱお店の属性とか考えないとそういうのやっちゃダメだよね。リピーターを大事にするのか、でも一回こっきりのあのヒットエントランでやるのか。俺前一回話したっけ、あのガソリンスタンドの話でね、ガソリンスタンドでそのタイヤがさ、点検します点検しますってさ、全然傷んでないタイヤをさ、結構高い値段で新品で売りつけるっていうのをずいぶんいろんなところでやって、で某ねガソリンスタンドでアルバイトの人にさインセンティブ制やったんだよ。アルバイトの人にインセンティブ制やって、タイヤ売ったら何割バックみたいなことやってさ、でもめちゃくちゃ売りつけたやついるんだよタイヤ。それでさ、で一時的にはタイヤいっぱい売れてさ売り上げ上がったんだよ。なんか給油に来た車にさ、タイヤ傷んでるから危ないからすぐ変えた方がいいですよとか言ってさ、まだ全然交換するようなさピカピカのタイヤなのにさ、交換させてさ金取るみたいなことやってたからさ、もうそれあこぎなことやってるのバレてさ、でもう給油に来るお客さんがいなくなっちゃったもんね。だってガソリンスタンドだってさ、結構この地域のリピーターがいるわけだし、しかもなんかさ、いわゆる駆け売り決済やってる、駆け売り決済とかやって、いわゆる要するに決まったお客さんがいて、で月末まで一括払いするようなさ、そういうお客さんにまでさタイヤさ、そうやっていらないもん売りつけちゃったりしてさ、でそこともう給油お宅のとこはもう給油入れないからって解除されたりとかさ、そんなことあったりとかしてさ、まあ、ボロボロになったっていうのがあってさ、まあそのインセンティブもらってたね、そのバイトの兄ちゃんだけは幸せになったから、あとみんな不幸になったっていうね。まああの話聞いた時は笑ったけどね、悪いけど、まあだから本当に商売っていうのは難しいなと思って、ともかく成功報酬インセンティブ制の営業っていうのは本当気をつけないとね、ちゃんと見張ってないと、なんかルール違反するやつがいてさ、でぐじゃぐじゃにしてさ、でさね、一時的には売り上げ上がるけど、あとおしゃかポンみたいなのって結構あるよね。うん、でも職場が弁当もあるのもそういうのに近いよね。だから一時的にお得感があって売れるのかもしれないけど、二度と買わねえみたいな感じになっちゃう、そんなことになるような俺なんか気するけどね。うん、いつまでこんな底上げ弁当みたいなことある、しょうもないことやってんだからね、本当にね。うん、お客さん減っちゃうと思うけどね。うん、ただまあみんな底上げ弁当やっちゃうと、結局底上げ弁当しか買えないから減らないかみたいなところはあるけどさっていう感じですね。まあそんな感じかな。うん、お腹いっぱいになりました。まだ天ぷら残ってるけど、いや、これはまた別の機会にいただくということで、うん、ごちそうさまでございました。